小樽運河の前にあるですね小樽出抜き工事に来てみましたここですね昭和とか大正の雰囲気が感じられる場所になってましてたくさんの飲食店が入っていますラーメンだったりあんかけ焼きそばだったり、えー、うなぎ屋さんあと日課のバーですねで海鮮丼なんかもあったりですねいろいろな食事ありますので食事するのにはとてもいい場所かなと思います で昔ながらの雰囲気も楽しめて写真撮ったりするのにもですねいいと思いますねで道路挟んで向かい側にですね小樽で有名な正寿司なんかもありますのでお寿司食べたい時にでもこの辺ですねあの食べることできますのでいいと思いますで中華屋さんなんかも正寿司の下にですね、えー、まだあると思いますのでチェックしてみてくださいはいであとですねここ展望台がありましてちょっと展望台登るとですねあの運が 小樽運河の様子ですね。綺麗に見えると思いますので、展望台も利用するといいと思います。はい、観光の時にですね、もう小樽運河のすぐ目の前にあるので、えー、信号渡ったらすぐですので、ちょっと時間があれば足を伸ばして散歩してみるのもいいと思います。